佐藤輝明は、兵庫県西宮市出身のプロ野球選手。宇藤左だ。阪神タイガース所属。愛称は、テル、佐藤テル。ジップは、柔道家、関西学院大学人間福祉学部准教授の佐藤弘信。西宮市立高等小学校1年で、高等ブルーサンダースに入団して、野球を始める。6年時には、阪神タイガースジュニアに選抜された。 西宮市立高寮中学校時代は、同校の軟式野球部に所属、主に投手や保守を務めていた。新川学院高等学校では、二年夏の兵庫県、大会四回戦が最高成績で、甲子園への出場はなし、三年夏は県大会初戦でコールド負けを喫した。その一方で、二年秋頃より、本格的に始めた、ウエイトトレーニングにより、長打力を身につけ、 3年春から引退までの4ヶ月の間に高校通算20本塁打のうち15本を打つなど急成長。スカウトの目に留まることはなかったが3年の夏前頃に馬場博之元監督の紹介で参加した近畿大学の練習で田中秀正監督から高評価を受け同学の短期大学部への進学を決める。近畿大学に進学後一年春の開幕戦で 5番、左翼手として、先発出場するなど中軸に定着。1年秋から本類がを量産し始めると2年春からは、外野手に加え三類手としての出場機会も得て、3期連続のベストナインを受賞。2年夏には、第42回日米大学野球選手権と、ハーレームベースボールウィークの日本代表に選出され、同秋は、リーグ MVP を獲得。4年秋には、 リーグ戦、通算14本目の本塁打を打って、二岡智博が持つ関西学生野球リーグのリーグ戦、通算本塁打記録を更新したほか、3期ぶりのリーグ優勝に貢献するとともに2度目のリーグ MVP を受賞した。リーグ戦、通算88試合出場で打率、288、14本塁打、69打点。 2020年10月26日に行われたドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークス、オリックスバファローズ、読売ジャイアンツ、阪神タイガースの4球団から1巡目指名を受け、抽選の結果、地元の阪神が交渉権を獲得。契約金1億円で木高5000万円、年俸1600万円で仮契約。背番号は8。2021年は、 オープン戦で12球団最多の6本塁打を記録し、開幕を1軍で迎える。開幕2戦目となる3月27日の東京をヤクルトスワローズ戦では、プロ初本塁打を記録した。4月1日の広島東洋カップ戦では、セリーグの新人選手で史上初となる、開幕2カード連続本塁打を記録した。四月十七日の中日ドラゴンズ戦では七号ソロを打ち、 当時横浜ベイスターズ所属の村田修一と並び、ドラフト制以降の新人選手による4月末までの最多本塁打大記録となった。5月2日の広島戦では、休養を取った大山雄介に代わって、4番三塁手で先発出場し、プロ入り初の満塁本塁打を含む5打点を記録した。5月7日の横浜 DNA ベイスターズ戦では10ソロを打ち、 ドラフト制以降の新人選手では、史上最速となる33試合目での2桁本塁打を記録した。5月28日の対埼玉西部ライオンズ戦では、長島修行以来63年ぶりとなる、新人選手による1試合3本塁打を記録した。3本目の本塁打は、同点に追いついた9回2試の場面で、抑えのリードギャレットから打った、騎士改正の勝ち越し打であった。 5月は打率301、6本塁打、19打点の活躍により、自身初となる月間 MVP に選出された。6月6日の対ソフトバンク戦では交流戦5本目となる本塁打を打ち、交流戦本塁打数の新人最多記録を更新した。一方で三振も多く、新人野手では史上初となる1試合5三振を記録するなどし、 開幕から84試合目、東京オリンピックによる、中断前のシーズン最終戦となる7月14日の中日ドラゴンズ戦で3三進を喫した時点で、シーズン通算三進数が121となり、1999年に福留孝介が132試合出場で記録した、新人の年間最多三進数に並んだ。オールスターゲームでは、 史上初となる新人でのファン、投票セリーグ最多得票で、外野手部門に選出されると、7月17日の第2戦では、6番、右翼手でスタメン出場し、1打席目で、宮城大渡るから、ソロ本塁打を打ち感投賞を受賞した。オリンピックによる、中段明け初戦となる8月13日の対、広島東洋カープ戦、第1打席で三振を喫し、 新人の最多三新記録を更新する。8月17日の DNA 戦では21号ソロを打ち、大下博士が保持していた新人左打者の最多本塁打記録を75年ぶりに更新した。8月19日の DNA 戦では2打席連続本塁打となる23号ソロを打ち、田淵光一が保持していた球団新人の最多本塁打記録を52年ぶりに更新した。 しかし、8月21日の試合を最後に、本塁打は、愚かアンダまで出なくなり、9月10日に2軍降格。9月23日に1軍に復帰したが、その後もアンダは出ず、9月28日に53、打席連続無アンダとなり、ケルビン・トーベの持つ野手の同一シーズン連続打席、無アンダプロ野球記録に並んだ。9月29日の広島戦で、レフトフライに倒れ、 同一シーズン54打席連続無安打の新記録を樹立。10月3日の中日戦で4打数無安打に終わり、ロッテの岡田隆文が記録した野手の連続、無安打記録である59に並んだ。10月5日の DNA 戦でライト前安打を打ち、記録をストップさせた。身長187センチメートル、体重94キログラムという体格を誇り、 フルスイングから広角に力強い打球を打つ、左の長距離砲。50メートル走6秒例の脚力、遠投100メートルの強権も兼ね備え、その高い身体能力を生かした、プレースタイルから、メディアでは、糸井二世、柳田二世と称される。守備について、近代、田中監督からは、フットワーク、グラブさばき、ハンドリング、肩の強さのすべてが、ハイレベルと、 評価されている。本人の希望もあり、選手別応援歌のコール部分が、本人の愛称に沿う形で、テルとなった。柔道家として、行動完売全日本柔道体重別選手権、大会優勝、勝力松太郎杯、国際学生柔道大会出場などの経歴を持つ、父、広信のもスポーツ一家の長男として育つ。二人の弟がおり、二歳下の弟、 大気は関西学院大学に所属する内野手。中学卒業の時点では野球に対する熱が冷めていた、甲子園に行きたいとかは全くなかったと振り返っており、家から近いからという理由で二川学院に進学。また、高校入学後もサッカー部への入部を検討するなどしていたが、友人の熱心な誘いを受け野球部への入部を決めたと語っている。 日本プロ野球における佐藤聖の選手の中では一般的にユニフォームのセネーム表記として佐藤が多く使われている中本人は佐藤を選択している大学日本代表に選出された当時からこの表記を使っており強いこだわりを持っているとのこと桃色クローバー Z の熱狂的反ンを公言しておりその理由として人間性というか人間的なとこが好きです 見てもらえたらわかると思いますと、ドラフト指名後の会見で語った。同じくファンを公言しているソフトバンク石川修太とは、プロ入り前にライブ会場で遭遇。近代で野球をしてます佐藤ですと声をかけ、一緒に写真を撮ってもらったというエピソードがある。推し面には高木レニを挙げている。高木によれば、ももクロファンを公言するプロ野球選手では、初の 高木義とのこと。プロ入り後は、本塁打を打つと、ベンチで迎え入れられた後のパフォーマンスとして、カメラに向かって、Z ポーズをしている。横浜 DNA ベイスターズ所属の牧修吾とは、大学3年の日本代表合宿で知り合ってから、仲が良く、東京オリンピック開催に伴う、シーズン中断期間中の2021年7月20日には2人で、インスタライブを行った。 中学時代の同級生に桜坂46の小池、南がいる。2021年4月9日の横浜 DNA ベイスターズ1000で6回に、国吉祐希から撃った3号ソロは、推定140メートルの特大弾となり、宇宙艦スタンドに掲示されている鳩サブレーの看板を、越えて場外に消えた。これを受け、製造元の豊島屋は佐藤に敬意を表し、サブレーを贈呈すると発表した。 また、翌日より、横浜スタジアムで、佐藤が、打席に入る際には、球場外の通行人に対して、場外団の警告アナウンスが行われることとなった。過去には、ウラディメール・バレンティンラにも、同様の対策が行われていたが、新人に対して行われるのは極めて異例だった。2021年5月2日の広島戦で佐藤を4番で起用したことについて、 阪神一軍ヘッドコーチの井上和樹が、テルが4番を打った方が、話題になると話題性を重視していたことを明かした。ありがとうございます。